日木曜日、ハッシュポテトガラスのクッピーと支援のシレンです。というわけでクーちゃん あそうだ、ラビのご飯なかったんで、ちょっと待ってて。はい、というわけでラビちゃん朝ね、起きた時にまずラビちゃんにご飯あげて、でクーちゃん寝室で寝てるから、でその後にクーちゃんをこの上に出して、でこのねご飯をねクーちゃんのここに置いてあげるんだけど、でその間にみんなのお掃除とかするんだけど、今日はね見て、まあ、クーちゃんね、色別あと形別とか日によっていろいろ気分で分別して食べるっていうのはもうこのチャンネルをよく見ている方はご存知だと思うんですが、本日はですね、こちらにこう丸いシリーズね、オレンジとちょっと黄色っぽいやつのこう丸いものをここに集めてあって、でこっちにはこのアーモンド型のズプリームのナチュラルね、でそれだけだと思うでしょ。でもなんかここ不自然にモコってなってないねえクーちゃん。でここをあなんとここここに黄色いお月様、これこれをここに、あとなんかこうふやかしてべちょべちょにしたやつもなんかこれだけ一個、こういうことをねするから洗濯物とか大変ね、くーちゃん。このね食べ物を隠すっていうのは貯食といって、まあ、カラスがね本能でやってることなのでね、いろんなところにね食べ物を隠して。というわけで今ちょっと電話がね来たので、電話してる間になんかまた移動してる、こっちに移動、見てたよくーちゃん、こっちに黄色いの移動したんだな。なんか水にふやかしてべっちょべちょにしたやつをこうやってねぐちゅぐちゅってするからね、これ大変なんだよくーちゃん洗うの。水につけてふやかして歯ブラシでさ、こう繊維に入り込んだのをシャカシャカかき出してねこれさ隠さなくてもいつもご飯あるから大丈夫だよくーちゃん。というわけでくーちゃんねこんな感じで、まあカラスの習性なんでねこれはしょうがないですね。はい、そしてラビー、あ戻ったの。でねラビちゃんはねもう最近これをねもう外すのがもう得意になっちゃって、でもまあ脱いでないからいいんだけど、でなぜかねスイカのパンツは脱がない、ボタンをねパチンって外すんだけど、なぜかねスイカのパンツだけは取らないんだよね。同じボタンなんだけどね、うん、しかも同じ型紙で作ってるからサイズも同じだと思うんだけど、やっぱり生地の質感とか、あと洗濯した時のね使い込んでいくうちに微妙にサイズとかが変わってくるので、もうなんか着心地で微妙になんかあるんだろうねスイカパンツはボタン取らないんだけど、最近この他のパンツはボタン取るようになっちゃったので困っちゃうねラビちゃんね。絡まっちゃっても危ないもんね、なんか工夫しないといけないですね。はい、というわけでうんブーブー言ってるね。はい、というわけでですね、今日はこちら、よいしょ、これいつもありがとうございます。モデレーターをねしていただいてるカズッチ隊長から届きました。なんかこれ鳥ピント合うかな、予言の鳥、こちらね。またこのヤタガラス導きの神、あれこれこっちだよ、うん、よいしょよいしょ、これね、これにくーちゃんの加工したご飯が降ってきた。これに引き続きこちらも
追加させて飾らせていただこうと思います。そしてなんとこの楽天のこれね、あのコンビニとかのレジで買えます。1000円から買えるようになってます。でこれあの現物を送っていただいてもいいですし、あとは送らなくてもこの裏のねこれをペロンって剥がすと数字が出てくるので、この数字だけあの DM とかで教えていただければ私の方で受け取れるようになってますので、もううち基本あの買い物ね、みんなのご飯とかは楽天でまとめてあの購入してますので、ポイントがねいっぱいつくときに工夫してなるべくねそういうところで節約してね、あの工夫して買い物をしておりますので、楽天のねこちらのポイント非常に助かります。ありがとうございますね、ラビちゃん。あ、そしてですね、うん、ラビ行っちゃった。でこちらなんとタオルね、ピンクは冬ちょっと寒くなってきたらピンクがいいかななんて思って、ちょっと一瞬ね欲しいものリストに入れといたんですよ。で公開してるかしてないか、あの冬になったら公開しようと思ってたんですが、なんとそのなんかちょうどいじっているタイミングでこちらポチッとしてくださった方がいて、なんともうピンクも届きましたので、もうラビちゃん、うん、楽しみだね。ちょっとね水色のいただいたやつは、うん、今洗ってるのでこの白いのになってますけど、これもねいろんなところ糸ピーって取っちゃってるからねもしょもしょなんだけどね、ラビーピンクのもいただきました。あの前回の動画で、お礼でね、しょうこさんからズプリームのフルーツをいただきまして、そのお礼の動画を撮った日の夜にまた届いてこちらのタオルが入っていまして、本当にありがとうございますね、ラビー。涼しくなるの楽しみだね。あ、引っかかっちゃった。あらら。大変だ。これラブちゃんのね、足がこう変形してて、こう、かぎ針みたいになってるから、ちょっと待って。取れました。これね、ラブちゃんが自分でもしょもしょ取っちゃうから、こういうのにたまにね引っかかっちゃうんだよね。めったに引っかからないんだけど、今ねちょうどいいところにはまっちゃったのね。もうラブちゃんの指がね、うん、変形しててこんな感じなのでね、うん、うまい、うんね。でもさ、これラビがさもしょもしょさしなければ、うん、でもそうやっていじるからね、でビヨイーンってなってるところに引っかかっちゃうんだよ。なんかそういうのもね気をつけなくちゃいけないのでね、ラビタン、なかなかね目が離せないね。今ちょうど撮影してる時に引っかかったけど、めったにね月に1回なんか引っかかってるかなっていうぐらいの感じなんだけど、今ちょうど見てる時に引っかかったね。そして頭の羽が1本さピョイーンってさっきからずっとなってるんだけど、ピョイーンって知ってた？ラビー頭ピョイーンってなってるよ。これピョイーンってなってるよ、これ。うん？あ、注意ね。あはい、というわけで、あ、もうくーちゃんがこのご飯をね色別形別、これなんか一個だけ一個だけ余ってどうしようかと思って、この黄色いところのシリーズに押し込んだんだね。でくちばしもべちょべちょじゃん。それふきふきしないと大変だ。というわけで、ご支援の方ありがとうございました。ちょっとね、あのフードの方もストックができましたので、しばらくあの欲しいものリストの方は、
下げさせていただいて、一応あの楽天の方でフードとかは買ってるんですけども、アマゾンでしかないものとかっていうのもあるので、そういうのをねアマゾンの欲しいものリストの方に、特にあの泊まり着はねアマゾンにしかないので、あれねふーちゃんのなんとかしてほしいよね、出品者さんね。というわけで、欲しいものリストの方ね、ありがとうございました。こういう感じで、プレゼントね届きましたら、お礼のね動画ということで、こういう形でですね、プレゼントの方いただきましたら、お礼の動画っていう形で感謝を伝えさせていただこうと思っておりますので、またねなんかすっごい見られてる。何でしゅか、痛いとこないでしゅか、うんち、あ、うんちしたな。たまにねここでずっとこっち見てる子でね、どうしたのかなって思ってみると、足に糸が絡まってたりとか、なんか怪我してるっていう子が来るので、こうやって見てあげるんだけど、君は大丈夫そうだね。ね、なんかグーグーに似てるね。目の色がちょっと違うけど。グーグーの兄弟かな。はい。というわけで、グーちゃん。というわけでご支援の方ありがとうございました。ではではまたねー。